正直ね、プレッシャーもすごいです。だってもともとアニメでね、あるわけですから。そう。原作のファンの方にも、もちろんね、楽しんでいただけたらなと思いますし。舞台ワールド終わったら、その稽古が始まるって感じです。てか、バースデーイベント終わったら、稽古かなーって感じですね。多分、盾とかもあると思う。盾絶対ありますね。ネネは多分戦うんで。ちょっと、久しぶりに盾、ちょっと頑張りたいなって思いますね。お久しぶりです。あ、ありがとう。お久しぶり。そう、大阪行けるのが嬉しいですね。ファンの方で、やっぱ地方に住んで、オンライン話し会でね、そう、舞台行きたいけどなかなか行けなくて、みたいな。で、私もさ、じゃあ頑張って地方に行けるぐらい、なんていうの、頑張るね、みたいな。そう。なんかそれをね、すぐっていうかまあ、大阪でね、こう、行けて。なんか大阪行くよって方も結構いらっしゃって、いや、嬉しかったですね。そう、いつも、そうだね、東京開催なのでね、なかなか、地方に住んでる方は結構確かに。いや、嬉しいな。シアター千住は、あれだね。よく見に行ってはしてたんですけど、初め今度は自分が立つって、なんかすごい、嬉しいですね。まあ、大阪は11月で、東京は10月でね、アニメも第2期が制作発表されて、まあ、舞台もこのままね、続いていけばいいかな、いいなって私も祈ってますし、ではね、とりあえずも体調に気をつけて頑張っていきたいと思います。多分2022年最後の舞台じゃないかな。12月はまた別のちょっと舞台ではないんですけれども、ちょっといろいろ頑張ることがあるので。そうだね。そう、最近いろいろ決まって。私はとても嬉しかったです。でも頑張らなきゃなって。そうだね。ワールドも、もうあと、あさってか。3日から。ですね。早いね。いや、でも、去年よりも、さらに芯が強くなったくるみが、いるなって思いました。
初日公演行くよ。ああ、待ってます。ありがとう。なんだっけ、今回応援メッセージみたいなのあるんだっけ。あれ、もしいただけたら、私はお返事を書こうと思っております。あれってさ、ファンの方はさ、もらって帰ってくるってあれなのかな。わかんないけど。でも、写真を撮って、もし書けなかったとしても、写真を撮って、載せます。インスタグラムの舞台っていうストーリー、一生残るストーリーに多分残します。大バカ者の花みたいな感じ、いっぱいいっぱい撮って載せます。持ち帰れないのか。じゃあ写真撮るね。こういうこと話して一枚もなかったらどうしよう どうしよう。それはちょっと、それはない。本当に？だって最近いろいろ私あったじゃん。てか明日までです。バースデーイベントのチケットの、入金？明日前お忘れなくです。明日までです。明日の23時までかな。59分ぐらいまで確か。発見してください。本当に忘れなく。まあ多分2日以降じゃないですかね。一般発売は。かわいい、かわいい。ありがとうございます。そんなかわいい。かわいい。もう。てかさ、今日場当たりだったんだけどさ、今回本当にメイク薄いんですよ、私。本当にメイク薄いの。大丈夫かな？まあ大丈夫か。メイクいらない いやでもね、久しぶりにスペースゼロ立って、あ、懐かしいなーって気持ちになったし、見やすいよね、あの劇場。またやっぱすごいセットが迫力っていうかさ、なんか、やっぱいいなー、ワールドっていいなーって思いました。
CD もいただいて、舞台でね、使われているサウンドトラック、今までの多分ワールド10年ぐらい続いてる作品なんですけど、その CD をね、いただいたんですよ。で、ワールドの曲好きなんですよね、私。なんかこう、なんていうの、心拍数がすごい、なんていうんだろう、なんかさ、ドキドキする、なんかドキドキっていうよりもなんか、なんていうんだろうね、ここから始まるみたいなさ感じの曲、めっちゃいいよね。ああ、鼓動が速くなるのよ。でも最近ってか、今日もすごく雨降ってたよね。止んでよかったけど。雨は正直好きじゃないです。でも、ワールド期間中の雨は好きですね。もう12時になっちゃうね。15分経ちました。12時過ぎからがゆかるんルーム、よく知ってるね。なんか質問ありますか？なかったらいいんですけど。でも確かに、もう私さ、もう多分12時過ぎは配信できなくなってんじゃないかな。ね。場当たりって何？例えば、1幕の1場、2場、3場。まあシーンですね。シーンをちょっと当たってくって感じで、照明の位置とか立ち位置とか、稽古場では照明とかこう使えないじゃん？そう。まあ、そのスタッフさんとの合わせとか、そういう感じです。で、一回流してみたいな。ちょっとその、1場から5場まで通しみたいな。それが場当たり。あと、縦確認とか、そう。なんかそんな、まあ確かに全部は通すけど、照明とか、音のタイミング、ハケ確認、暗転確認とか、そうだね。やっぱ実際のこの場所で、確認するって感じ。まあ、場当たりは、まあ、自分もそうですし、やっぱスタッフさんのね、確認、調整とかやっぱありますからね。場当たりやって変更点もまた出てくるので。でも今回は出ずっぱの舞台ではないので、なんかね、空き時間があるとそわそわしちゃう ずっとさ、出ずっぱの役
だったじゃないですか、2時間ぐらい。だからもうずっと舞台上に行ってさ、場当たりこう確認してって感じだったからさ、なんか楽屋にいる自分がなんかそわそわ、なんか時間に余裕、なんて言うんだろうね、そう、なんかそわそわしちゃう。空き時間は YouTube 見てる YouTube 見てる、あのゲーム実況とか、あとはなんだろうな、でもゲーム関係だね、ゲームしたいなーって思って見てる。本番中は見ないよ。場当たり中は、何？細かく確認していくから、やっぱ自分ので、なんかそう、場当たり表みたいなのがあって、自分の出ないシーンはすごいやっぱ、空き時間があるから、もうそこは、ワールドの世界やっぱ重いので、ちょっと気分転換ってやっぱ大事だなって、気づいたんです。うん。いつもはそんな YouTube とか見ないんだけど、うん。デズッパの作品の時とか本当に見なかった。うん。でもなんか、ワールドはやっぱちょっと重い作品なので、ね、だから、少しでも気持ちを楽にしようと思って。本番中は見ないよ。マイクのね、付け替えとかいっぱいあるので、それは絶対しないね。プラス3は9日発売だけど、舞台終わるまで封印？封印しないよ。9日、あ、金曜日ね。10日が2回だっけ？あ、じゃあそれは厳しいかもだけど、でも、9日は1回公演でしょ？あ、違ったっけ？ 2 回公演だっけ？でもね、もうダウンロードソフト買っちゃったの。もうスプラ3でも、うん。ダウンロード版買っちゃったから。うん。ごめん。でも最近やりたいことがいっぱいあって、もうね、どうしようってなってる。ボイトレも行きたいし、ボイトレ行きたいし、美容院も行きたいし、眉毛カットも行きたいし、まつげカールも行きたいし、うん。いや、でも一番はボイトレに行きたいね。ボイトレに行って、うん、ボイトレに行って歌の練習したいです。確かにリハーサルも始まってる。うん。
見ようよ。でも気分だね。私は癖っ気なので、矯正しないと癖が目立っちゃうっていうか気にしちゃうんですよね。ストレートが好き。だから羨ましいんですよね、ストレートヘアの方が。生まれつき癖っ気なので、それが本当にコンプレックスだし嫌でした。めっちゃ癖っ気よ。くるくる。永久宿毛矯正とかないかな。できればいいのにな。なんかもう馬に、もうでもこれとさ一生向き合っていかなきゃいけないんだよね、髪の毛と。いやーって感じだけど、髪の毛はね、柔らかいからし、まあ、癖は全然伸びるタイプだと思うんですよね。なんかそんな、ゴワゴワはしたりしないタイプ。むしろなんか水分を吸っ、何？まあ、染めてないからっていうのもあるけど、綺麗なままで今は、いい感じに髪の毛はキープできてますね。結構ダメージあるんですよね、矯正って。だからもう2、3ヶ月に1回さ、美容院行ってさ、前髪じゃない、全部さ、宿毛してさ、で、宿毛もやっぱりもう1万円以上するからさ、って考えたらさ、結構、ね、使うよね 2、3ヶ月に1回だけどさ。結構するよ。でも美容院によるんじゃない？でも綺麗にしてもらえてるので私は満足かな。まあちょっと高いっていうけ、高いけど、でもかけた直後とかやっぱ楽だなって思うし、うん。そう、ストレスがなくなるっていうのがやっぱ一番いいですよね。うん。髪の毛を気にしなくなるというかさ、この
癖。そう、なんか女の子ってやっぱり、女の子わかんないけど、まあ確かにメイク代わかんないわかんないけどね、確かに美容系なんかもう顔周りだけで結構私はなんか使ってる気がする。顔周りになんかすごく意識してる気がする。そうだね、服もあんまり買わない。まあファンの方からねもらったりするっていうのもあるんですけど確かあと今日ね、セブンイレブンでスプラトゥーンのクリアファイルね、もらってきた。アイス2種類買って、あのクリアファイル1枚好きなの選んでもらえるんだけど。イカちゃんと、あと、武器持ってる4人のキャラクター。うん、のクリアファイル選んだ。本当は4種類あるんだけど、その中で2つ選んだ今日からだっけ、あのそうスプラ3、今日なんか対象の対象商品のアイス、そうだね、パルムをね4つ買ったうん、そうだね、うん、嬉しかった、テンション上がりました。なんかクリアファイルってやっぱ嬉しい、使う、台本とか入れたりするから。パルム好きなんだね。いや、なんかちょっと自分にご褒美感覚で買いましたアイスそんな買わないな。でもこれ久しぶりに4つも買ってなんか贅沢した気分。しかもクリアファイルも2つついてるからなんか嬉しかった。延長するか久しぶりにアンケート取って、あーショールーム、あ12時0時超えるかどうか。いいよ、じゃあやるわ。1番がする、2番しない。さあ12時超えても配信できるか、みんな適当に押して私は2番かな、わかんないけど。え、一番くじあさってから始まります。マジで？私さ、スプラトゥーン2の時さ、一番くじ買いに行ったの。コンビニに置いてあって、あ、買おうと思ったらさ、その、何？私の前にいた人がさ、もう全部くじくださいみたいな感じでさ、全部買われちゃって、でも、絶望したよね。うん。悲しかったです。まあね。
まあわかるけどさ、悲しいよね。いやもう好きなのわかるけどさ。あるある。しかもその前の人だったから、本当にそれは悔しかったですね。多分絶対同じの何個もあるはずだからさ。いや、500円、すいません。これいくらだったか覚えてないけど。だから払うんで、それいいですかとか言いたかったけどさ。投票終わり。いきまーす。まあ、みんなするって書いてる。すごい期待されてる。どうしよう。まあね、あと5分後にはわかるんで、この結果は。でも一応、ちゃんとね、締めますので。びっくり。80%ぐらい、みんな、配信続く。って言ってる。みんなすごいね。やっぱすごいね、私の。すごいよ。両方入れました。かわいいチベタツオさん。くまったんタワー、ありがとうございます。花火。ありがとう。ありがとうございます。花火だ。コメント来るかな。何？えん？ありがとうタワー。9月は舞台の成功を祈りつつ、17日は一緒に楽しいバースイベント盛り上げようね。ありがとうございます。いやもう9月、もう少し、もうすぐしたらもうみんなに会えるってことですよね。やば、もう、やば、え。やばいやばいやばい。嬉しい。みんな嬉しいよね。いや、嬉しい。だって17だよ。いや、頑張れる。いや、舞台でも会えるし。いや、イベントめちゃくちゃ楽しみです、私。嬉しい。いや、嬉しいよ。だって、本当に嬉しいですもん。盛大に27歳お祝いしてもらいましょう もうすでにお祝いしてもらってるんですけど。嬉しい。わっしょいです。お祭りです。そうだね。外れた回、1部と3部当たって2部外れたって、その間の時間どうしようって方が結構いて ごめんって。間の時間、じゃあもう花屋敷でエンジョイしてもらって、わっしょいわっしょいしてもらって。いや、でも嬉しいよ。全部申し込んでくれてね。当たりますように。一般発売。一般で当てさせてあげてよ その通りです。ね、時間空いちゃう方がいるね。じゃあそろそろ、皆さん、ちょっと
急な配信になったんですけど、9月1回目の配信、皆さん来てくださってありがとうございました。明日もちょっとね、朝早いので、今日はゆっくり休んで集中して、素敵な舞台を届けられるように頑張りたいと思います。元気もらいました。それでは皆さん、また次の配信で会いましょう。ありがとうございました。おやすみなさーい。まだ早いかな。おやすみなさい。あ、みんなコメントありがとうございます。ギフトもありがとうございます。おやすみなさい。さあ、超えるのか超えないのかおやすみなさい。ありがとうございました。バイバーイ。私なんかやっぱなんで理解できてない、理解できてない。え、嘘、え、切れると思ったのに、やばー。え、これもう1年以上続いてるけど大丈夫かな。やばいよ、私のルームだけこんな延長しちゃって、なんか申し訳ないけど、なんで。ありがとうございます、ミナボール。え、なんで。私だってこの間つい最近っていうか、バースデー配信で1時ぐらいまで配信したのに、なんかまだ延長してる。え、毎日が特別なのかな。なんかそういう位置になってるのかわからないけど、すごいね。なんかありがとうございます。え、なんかいいんですかね。あ、もう1分になっちゃった。じゃあそろそろ終わりにしたいと思います。あ、すいません。うん、メンバーですよ、私は。うん。うん。また。皆さんありがとうございました。結果、超えました。今年もよろしく。おやすみなさい。バイバイ。